最近自信がないんだと下瀬島のやつが言う。青年部長になってから悩んでばかりだと嘆いてる。仲間と話をするのがとっても億劫で、みんなが自分を煙たがっているようで、どうしてわかってくれないんだと頭を抱えてる。そんなに深刻になるなよと下瀬島のやつに言う。自分がやるべきことは何なのか、もう一度そこから考えてみるんだ。仲間に偉そうな脳が消ゆうために、お前は青年部長になったわけじゃない。職場をなんとかしたいから一歩前に出たんだろう。こうあるべきだとか、やらねばならぬとか、上辺や押し付けばかりじゃ仲間は心を開いてくれないよ。悩んだ時は仲間に帰れ、仲間の中へ行け。お前も何一つみんなと変わらない。生きてくために苦しみながらもあくせく働く労働者、迷った時は仲間に帰れ、仲間の声を聞け。